はいどうもこんにちはクレです、よろしくお願いします。さあということで今回は激アツビッグアップスカウト到来ということで動画を撮っていきたいと思います。はい、ということでですね、先日のガチャ更新でこちらがやってまいりました。またまた野手バッタービッグアップスカウトです。正直ね、もうバッターのピックアップスカウト個人的には結構もう野手揃ってるのと、まあ、なかなかちょっとねエンゼルス以外の選手、まあ、オーダー入らないなっていう状態なんですが、ちょっと今回ね狙いたい選手が出ちゃったんですよ。それがこちら、元楽天のアンドリュー・ジョーンズ選手です。はい、ということで、まあ結構ね、この選手に関しては、記憶に新しい方、思い入れが強い方、いらっしゃるんじゃないかなと思います。まあね、2013年優勝メンバーの一人でもありますから、まあ特にね、楽天のファンの方とかはね、思い入れも強い方いるんじゃないかなというふうには思うんですが、まあ今回このアンドリュー・ジョーンズ選手がね、おそらく初めてかな、ちょっと僕の見落としがなければ、初めてだと思うんですが、ピックアップとなりました。で、この年の成績はですね、2割6分3厘、ホームラン51本、128打点、で、OPS も922というね、素晴らしい成績になっております。でパワーもデフォからなんと77で、守備力も非常に高くて85というね、数字がついております。でまあ再三ね動画でも言ってますが、僕自身ねこう過去に日本に所属されてた選手とか、まあ、日本に縁のあるプロ野球に縁のある選手を、まあ、ちょっとオーダーで固めていきたいっていうのもね、まあ一個このゲームやっていく目的にあるので、まあ、やっぱこの選手がピックアップできたらまあ引く気しかないかなというふうに思っております。でこの年の所属チームは、ブレーブスになってますね。でまあそれ以外にもですね、今回非常に激アツなラインナップが出てまして、まあア・リーグで見ていくとですね、ヤンキースのキャッチャーポサダ選手とか、まあ、あとはレッドソックスボーガーツ選手が出てたりとか、ブルージェイズで首位打者争いもしてますビシェット選手とか、まああとはこのデイモン選手なんかも非常に総合力高い72、あとはまあナ・リーグが結構いい選手多いかなっていう感じかな。まあフリーマン選手も出てますしね、まああとはグランダル選手とか、またリアルミュート選手、この間ね、シグネチャー出しましたけれども、まあここでもしね被りが、このプライムが引けた場合は、まあ、ちょっともう限界突破に速攻使おうかなと思ってます。まあ贅沢ですけどね。ってことで、まあ今回はね、ちょっとそのアンドリュー・ジョーンズ選手を一番の狙いに置きながら、ちょっとガチャの方をね、またピックアップスカウトやっていこうかなと思います。じゃあ早速本編入っていきましょう。どうぞ。さあ、ということで、早速回していきましょう。とりあえずじゃあ、お決まりの一回無償分から、引いていきたいと思います。単発で出てくれてもいいよ。はい、お願いします。さあ、まあそんな甘くないっすね。結構ね、でもこの無料で出ましたみたいな人なんかもいたりするっちゃするんすけどね。まあでも相当な確率だけどね。まあ行きましょう。今回ですね、エンゼルスはジアボテーラ選手がピックアップになっております。で、まあそこに関しても、まあ持っておきたいっちゃ持っておきたい選手ではあるんですけど、お、トンキン出た。トンキンちょっと今回のライブアップデートで B に落ちちゃったんだよな。2個前のライブアップデートで A に上がったんですけどね。まあ、トンキン選手は僕のこと絶対認知してないんですけど、まあ、個人的に因縁がある選手なんで、ちょっと使ってみたらやろうかなって思ったりしてますね。はい、30連目。で、そう、さっきのそのジアボテーラのグレード S か。それジアボテーラの話で言うと、まあ、持っておきたいは持って、お、エンゼルス。え？ここでエンゼルス運を使うんかい。大谷、トラウト、オアフレッチャー、大谷。そう、ジアボテーラに関してはですね、今ちょっとやっぱ二遊間っていうところは、もうエンゼルス、プライム非常に多く持ってまして、まずケネディ、レンヒーホ。で、さらにフレッチャーのプライムまで持ってるので、まあなかなかね、ちょっと使いどころがないかなっていう。まあ結局ベンチ要員になっちゃうんで、まあそうなるとちょっと、おお、あー、グレードですか。今来たかと思ったな。はい。途中のね、この引き運が結構大事なんよ。さあ、ペトコパーク、パドレスの、誰でしょうか。ダルさんか、あ、違う、野手だ。外かな。はい、不安外。外もよう出ますね。はい、もう早速50連が終わりました。とりあえず、120まではもう突っ走ろうか。途中で出ない限りは。さあ、頼む。いやー、出ない。よし、ここからスター使っていきます。さあ、頼む。はい。はい。いやー、1枚ぐらいはちょっと引きたいんだけどな。こないだ投手のピックアップの時もこの、ガチャ回してますが、その時はね、確定外出ませんでしたからね、結局。どんどんいきます。はい。いやー、ヌートバー出てる。ヌートバールに戻っちゃったの、これ、いつ修正されるんだろうか。はい。100連目。んー、ドン！いやー、グレード S かー。
S は弾けてんだけどね、違うんだよな。お、またペトコパークじゃね、これ。パドレス運高め、今日はパドレスの日かもしれない。また外、どんな確率よこれ。変なとこで運を使うな。はい、110連目です。よし、よし、オッケー。とりあえず今日1枚目のプライム引きました。いや、でかー、これはでかい。とりあえずじゃあグレード S からいこう。しかもおまけのグレード S 付き。さあ、これは誰が出るかな。メッツのリンドーア。リンドーアもね、プライム一時期オーダーで使わせてもらいました。でもやっぱこの選手も花があるよね。唯一の今メッツのライブ S です。さあ頼む。スペシャルカード、プライムはもう確定してます。このガチャインパクト出ないん でシグネも出ないんで、もうプライムなんですけど、いや、ここでアンドリュー引けたら撤退でもいいっすね。うん、ぶっちゃけ。さあお願い、どうだ。あ、待って、来たんじゃね。え、ちょっと待って、これブレイブスじゃない。え、多分ブレイブス来たー。アンドリュー・ジョーンズ引きました。え、マジか、来たー、素晴らしい。ちょっと予定してた展開とは全然違ったんですけど、え、嬉しい。110連目、110連目で出ました。マジか、でかっ。110か、すげえ中途半端な位置だな。まあこうなったらでもジアボテイラ取っとくか、せっかくだし。とりあえずアリーグで回して15分の1、次のリーグ選択のところ15分の1でジアボテイラを狙い、まあ、その結果次第って感じかな。まずちょっとこれ自チームはエンゼルスに変えておきましょう。じゃあ先にちょっとこれ単発からいきます。単発で出ちゃえ、もう連チャンで。あー、さすがにね。113、114、はい、115。うん、いやー、でもちょっと久々に2匹して疲れ吹っ飛んだわ。今実はこれ朝の7時に撮ってるんですけど、生放送終わって疲れが飛びました。118、119、はい、120、ドン。はい、じゃあ一旦ちょっとこれ受け取っていきましょう。いやー、これアリーグのところで引けたら結構でかいな。ジアボテーラ、そこで引けたらもうぶっちゃけ欲しい人ほぼいない。お、レンドン、レンドン、何をしてんのレンドン。この時のレンドンが今のエンゼルスにいたらもうエンゼルス間違いなく優勝してんのよ。まあ、ちょっとピッチャーどうか分かんないけど、はい。あ、ベリンジャー、ベリンジャーのライブいいね。シーズン選択は今回も、イグレシアスでいきます。最近もちょっとイグレシアスここで乱獲してますね。さあこれで100、110、120。さあ頼む、アメリカンリーグいきます。エンゼルスタジアム演出カモン、お願い、来い。おーっと、マジか。今日ちょっと引き運やばくね。15分の1、15分の1抜いた、やば。嘘でしょ、こういう日ってあるんです、マジで。まあ、僕結構ね、あの長いこと YouTube やってまして、まあ、ガチャ動画も多分年間何本ぐらいだろうな、まあ、50本ほぼ毎日動画出してて、そのうちのまあ多分6分の1ぐらいガチャ動画だと思うんですけど、まあ、こういうね日ってあるんですよ。トータル多分300本ぐらいガチャ動画出してますけど、マジでそのうちの 1% とか 2% ぐらい、こういうね神引きしちゃう日ってあるんですよ。やば、ちょっとどうしよう、マジでもう欲しい人いないわ。まあでもね、この特訓カードが美味しいんだよなとは思いつつ、ちょっと選手選択のところでこうなると誰取るか決められないんで、ちょっと一旦考えます。まあまたちょっと配信とかで引くかも、引くかどうかもまだちょっと迷ってますけど、まあ多分引きます。まあ、ただちょっと誰を取るかね、一回冷静になって考えたいんで、ちょっとここはステイにしようかなと思います。はい、ということで今回はですね、ちょっと予想外の展開になりまして、ちょっと計画してた流れとは異なる形になったんですけど、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。いやー、ピックアップガチャ今までのね、まあ引き運もまあ悪くはない、まあ天井がね結局あるんで、まあ、欲しい選手はね確実に取れるっていう感じでありましたけど、ちょっとなかなか今までにない神回になったんじゃないかなと思いましたので、ぜひねこの動画楽しんでいただけた方、 MLB ナインニングスライバルズのガチャ動画面白いという方、ぜひとも高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ちょっとまたね、欲しい選手が来たらこのガチャ
ちゃんもやっぱ侮れないなってことで、また回すかもしれないです。ということでご視聴ありがとうございました。